作る。コッタン、わかりますか？お花。あ、よく覚えてますね。はい。じゃあ、コッコってやったんですけど、覚えてます？バラの花、バラはチャンミですね。チャンミだもんね。何の花ですか？桜。そういう桜ですね。そうなの、今桜咲いてる。だからこの時期桜じゃないですか、基本的には。ね、で、ポッコって言うんですけども、桜が、まあ、韓国でも今はやっぱり桜、日本の時期と大体、同じ時期かと1週間遅れとかそのぐらいですよね。ソウルとか若干の緯度が高いので、1週間遅れで桜の絶頂期を、満開時期を迎えるということですが、じゃあこれは花ですね。まあ、苦行って何だろう。散る。違う、そのことで。花の華やかだから、ね、満開、うん、皆さん行かなかったですか？桜っていえば何ですか？花見、ね、苦行っていうのはちょっとシャイフというかそういう感じ、まあ、コッというのはこれ花のことで、苦行っていうのは、まあ、見物するとかそういう意味なんですね、うん。でそれでこれ花見ということですよね。苦行ってどうなんですかね。漢字を出し忘れました。苦がこれかな。これですかね。漢字ですか。見物としか出てこないんですか。あ、そうですか。求める景色そうだと思います。それ合ってます？いえ、出てこない。漢字で苦行っていうのは出てこない。あ、じゃああれですよね。じゃあこれ純粋な韓国語かもしれません。やりましょう。で、その見物するときって日本語では見物ですよね。向こうではそれを苦行って言うんですよ、見物のこと。だから見物という漢字は使わないです。これ言っても分かんないです、向こうは。はい、というわけで桜はポッコ、そして花見はコックギャンですね。花の見物が花見ですね。はい、ターバル、うん、あ、これやりましたよ。1ヶ月ぐらい前、あ、1ヶ月、2ヶ月前かな。花束ってことで、これ花じゃないですか、純粋な韓国語。それでこれも純粋な韓国語です。花束っていう漢字はないと思うんですね。はい。